共通テスト世界史第2回は大航海時代について少し補足しておきます。年号でいうと1492年スペインの援助を受けたコロンブス、これがアメリカ大陸に到達、正確に言うとアメリカ大陸付近の島に到達ですね。あと1498年、ポルトガル人のバスコダガマ、インド航路の開拓、ここら辺が押さえておきたい年号だけど、こんなの数字だけ覚えてもしょうがないからね。この数字だけ覚えてもそれはただの数字、やはり他の地域との兼ね合いとかを考えて初めてこれが生きた年号になっていきます。そういう捉え方の練習をしてみましょう。分かりやすいようにというか馴染みの深いところで日本で考えてみましょう。1500年、1600年、1400年、こんな年表でいいかな。で、日本の場合1600年以降が江戸時代です。でこれはね、知っといてほしい。1600区切りの年号だし、正確に言うと1600年に関ヶ原の戦い でその3年後1603年に江戸幕府が成立しましたが、まあ、1600年区切りとこで大まかに抑えるのが大切です。区切りとこで1600年以降が江戸時代と考えておきましょう。でその前に信長や秀吉が活躍した安土桃山時代で、その前に戦国時代がありました。で世界史の場合はそこまでここら辺のね、ところはまだ知得してはないけど、ある程度は抑えておくべきです。で安土桃山時代が大体40年ぐらい、1560年ですね。信長と秀吉が20年ずつ活躍したようなイメージで抑えられると思います。で戦国時代は1467年の応仁の乱から、まあここの区切り目っていろんな説があるけどね、こういう交際のが一番いいと思います。戦国時代です。で戦国時代はだからすごい長かった、長いから悲惨だったんだよ。まあ、1500年を中心に100年ぐらいありますね。その期間が戦国時代です。で戦国時代の終わり頃っていうかな、まあ、この1500年代の前半、16世紀の前半ぐらいにポルトガル人によって鉄砲がもたらされましたし、スペイン人のフランシス・ザビエルによってキリスト教などが伝わりましたね。でこの鉄砲が入ってきて、それを有効に使いこなすことによって天下統一が早まったという面もあるので、鉄砲とか、まあ、これで同じ時期って考えていいけど、鉄砲やキリスト教が入ってきたのはやはりこの安土桃山時代の少し前のところで抑えることができます。でそうするとポルトガル人やスペイン人が来たってことは、もうその前の段階で立派な航海技術を持ってたということですね。そう考えるとこの1492年や1498年の年号はこの1500年ちょっと手前、ここら辺の出来事だと抑えられるということです。いいかな、この日本の歴史とこのように重なっているということね。で、あとちょっと補足で、これアメリカ大陸発見の方が早いのがちょっと違和感あるかもしれないけど、こっちはまあアメリカの方の開拓のスタートで、こっちの方はインド航路開拓の方の、なんだろうな、ある程度一段落した形な感じなんで、まあこれで全然不思議ではないですね。このように横の関係も抑えるような練習をしていくといいと思います。あ、この文字あれだね、タイトル、サムネに居座りあるだね。で、まあいいや、これはもう解説まとめの記事の方も参照してください。そちらにその中国とこの辺との関係、まあ直接的な関係ではありませんね。1300年前後にモンゴル帝国が広大なユーラシアを支配して、東西交通が活発な時代がありました。それらの時代の絡みとかも説明してます。あと朝鮮半島の方は何だったかな、この秀吉の関連とかそういうのも書いたかな。で別の問題の解説で、その前期倭寇後期倭寇との
前期和光のことね、和光前期と後期があるんだけど、それとの絡み合いの話もしています。話も説明しています。そちらも参考にしてください。